にこにゃ。ボートのネルみたいだよ。だね。プレジャーフォレストだ。5000冊利用できないってさ。皆さんおはようございます。おはようにゃん。今日は赤道さんに来ました。あ、え、ここ山じゃないよ。うん、ここはあのプレジャーフォレストさんの駐車場をお借りしました。こっから山行けるの？そう、すぐね、目の前だから。え、あれ、それじゃあ今日も元気に頑張んにゃんだよ。まあ今日ちょっと遅くなっちゃったから、さっさと行かなくちゃ、うん、さっさと行かないとダメだよ。うん、行ってきます。こんなとこに山あったの？なんか温泉もある。ほら、温泉もある。ちゃんこちゃんたちはね、とりあえず向こう行かなきゃいけない。あ、あれだ。頑張るにゃ。あ、こんなとこ山あるなんて。まああるか、相模湖のとこだもんね。いやー、まさか今日も山。ほら、まだ紅葉がいっぱい残ってるよ。まあ、残ってたね。ずいぶん厚着してるように見えるけどね。いや、さっきさ、ここの駐車場入っていくからさ、ここで遊ぶもんだから。渡し船っていうのもあるね。あ、ここの国道から入っていきます。なんかでかい看板案内標識あるね。日顔を見るお山なんだね。うん、そう、ここにトイレもあるね、登山口のとこ。向こうの観覧車いいな。左だね。ここにも駐車場あるんだね。うん、病院のね。この22キロです。頑張るね。頑張るよ。だよ。はい、やっと山道に入ってきたにゃ。暑いにゃ。うん、歩いてます。散らかってます。あ、早速大きな岩、滑る丸石が敷き詰められてます。ちょっと滑りやすいよね。うん、歩きづらいね。これ登山道どっちなの？この上上がるのかな。うわ、すごいでっかい岩。うん、あ、そっちもあるのね。こっちにね。え、風切りの。あ、また切っちゃうの。なんたく、何でも切っちゃうんだからね。またつまらぬものを切ってしまったよ。来てしまったよって夏だ、かわいい。何してんの？学習しないアニアシリーズパート3。そんなにやってんの？滝不動だって。ああ、あの中がそうなのかな。でっかいね。多分水量が多い時はこれわーっと水が落ちてくる中をくぐって向こう行くんだね。屏風岩だって。うん、あれかな。うん、そうです。だってほら、この一本で支えてるよ。おお、今日も晴れてよかったね。うん、一段一段が結構ね、高さがあるね。うん、台風の影響でね、道が一回崩落してるからね、ここね。最近復活したみたい。結構急なところね。え、うん、こんなでかい木もあるしね。
狭いの。ユニは最近痩せたから通れるから。まあ、通れた。余裕じゃん。わーい、疲れるね、結構ね。うん、すごいな、あの木。滑りそうで怖い。なんか見えてきたよ。何？ほら、うまい。できたね。あ、これだ。でっかい木。でっかい木だね。エビキスギ。ここがドワーッと。ああ、向こうまでずっと続いてんだね。ずっと向こうまで。すごいね。ずーっとこの根っこが続いています。おじさんさんがいるね。うん。登山ルートも撮ります。新ルート。そこにまだ紅葉残ってるよ。うん。赤いの。あ、綺麗だね。なんかね、こっち新ルートみたい。あにゃ、鐘が見えてきた。本当だね。ゴーン。台風のさ、影響であれ折れたみたいだね。そうだね。うん、すごいね、こんなの投げ倒されてるね。ね、いやすごいよ。うん、あ、でかいね。大きいね。死んでるともね、大きな岩が結構ちょっと登りづらかったでしょ。そこにもでっかい岩があるね。結構なキュートだね。うん、登ってくる。うん、もっと楽かと思った。うん、結構キュート。このとこにいたね。すごいキュートだね。何してんの？押さえたんでしょうけど。大丈夫だよ。わあ、またすごいキュートだね、そこ。でっかい木もあるね。いやあ、すごいでっかい木。うわあ、これでっかい石。弁慶の力試し岩だって。すごい迫力だこれ。うん、すごいね。なんかこうやって開けた穴があるよ。うん。いいの。本当だ、穴開いてる。穴開いてるでしょ。でっかい穴が。縁故岩。ぐわーっとね。うん、なんか続きも。またちょっと明るくなるね。試しいわ。いや、最初から消えてるみたいだよ。待ててる人がここに一人。余計なもん切ってっからだよ。いいね。いいね。すごい綺麗。うん、景色見える？うん、景色見えるよ。うん、よかった。八方岩だって。うん、これ登るとね、八方見えるんだって。ちょっと危ないね。さあ、行こう。うん、頑張るにゃ。うん、頑張るにゃ。結構疲れたかも。あと 1.5 キロ。桜の絵。頑張るにゃんだよ。頑張るにゃ。
あ、気持ちいい、ここ風がいい感じだね。ここ景色がいろいろ変わるね。いい雰囲気だね。いい雰囲気。道が広くなって、また山の感じが変わったね。またちょっと暗くなる。また休憩ポイント来たよ。話し台に来ました。あと 1.1 キロ4万円だね。猫の道だね。ワクワクロード。ワクワク。ルンルンロードだって。あ、ルンルンロード、いい感じの道だ。なんか前方岩あれ。いやすごい岩だねこれ。ほら、いやほら、あれ、あ、びっくりした。こっちに道があったね。向こうじゃなくてこっち登るのかなと思ったけど、えぐれてる。スクロールでこっちからと思ったんだ。やだね。頑張れ。いい景色だ。山頂までもうちょっとだね。うん、もう一息にゃ、はい、頑張んにゃ。頑張んにゃんだよ。うん、わかる。山頂まだかね。はあ、そろそろだと思うんだけどね。はあ、この先だって。ここ登ったとこだね、多分ね。もうちょっとかな。もうちょっとだね。うん、ナイフがいいね。顔？本当だ。困ってんね、これね。困ってしまって。着いたね。着いたんじゃん。こっちにも山頂あった。こっちにもあるの。こっちにもあった。キロ山山頂 702.8m です。万歳。万歳。いや、山頂の日がね、あちこちあるんだよ。いつもある。うん。景色いいね。うん。今日のね、お昼なんですけど、カレーうどんを持ってきました。おー、昔ながらのカレーうどんね。そうそう。なんかね、急にこれ食べたくなっちゃう。これを入れて、最後にサラダチキン乗っけて食べようと思います。わー、ネギと。これネギ？ネギと。しばらくお待ちくださいませ。楽しみだね。うん、あ、今んとこパーフェクト。今日は大丈夫だよ。忘れ物ないみたいだよ。うん、忘れ物ないよ。とりあえず力。うん、おちょっと割るとかなんとかしない。自分の方だけ割る。なんで。え、じゃあ何、こっちは僕だって確定なの。確定だね。ひどいな、相変わらず。なんか早くできそうだよ。ああ、大変これ。大変だ、ほら。上の方がだから。どうしよう。ああ、かわいそうにね。え、やっぱり結局でやらかすんだね。やらかさないよ。やらかすんだ。すごいこと。なんか地獄に来てくる。なんか、マジだね、これ。いや。たまにこうね、どんな顔してやってんのかなって。カレーっぽくなってきたね、うん、カレーうどん、はい、カレーうどん出来上がり、うん、美味しくできたよ。いただきます。うん、温かる。うら、熱いよ。そんなにいっぱい口入れた。うん、美味しい。熱っ。うん、美味しい。うん、ね、肉も入って、そう、お肉良かったでしょ。うん、いや、またちょっとおつゆ残ったんで持ち帰りを。飲んじゃえばいいのに。飲めないんだよ。あ、
ね、ペットボトルは便利だね、残ったの。便利だね、うん、こうやって持って帰るんだよね、うん、今日のデザートです。 なんか豪勢じゃない？そうなの。はい、こんなにいっぱいだよ。すごいね。うん、美味しそう。うわすごく美味しそうこれ、うん、え、なになにこれ、ケーキじゃん。そうなんだよ、ほらプリント。あ、ケーキだね、うん、そうなの、そうなの。うわすごい、美味しいよ。ぶどう、オレンジ、キウイ、ピナップル、すごくないこれ。すごいね、ケーキだよ。これで今日も山田エンド失敗っていうことでこれ見て、ほらほら、こんな美味しい。やばこれ、美味しいね。やばい、ゆいにゃ一人でやってるとなんか全部食べられそうだからダメにゃ、うん、うん、なちょっと甘くないよね。いや甘いよ。甘いね、うんうん、あれ富士山だね。富士山、いやお腹いっぱいになったから下山だよ、うん、あ富士山見とれちゃったまだ半分あるからね、うん、じゃあ下山します。はい、ここもねちょっとプチ重装っていうか周回ルートなんで、でっかい木だね。うん。すごいでかい。ね。すごいでかいにゃん。ススキ好きにゃん。綺麗ね。ちょっと道間違えちゃったから戻りますにゃん。一回山頂の方戻ります。山頂戻ってきました、うん、でもあそこのとこ綺麗だったよね、うん、思った顔踏みたくないなそうなんで顔は踏みたくないね。あ、今でも踏んだ、今踏んだ、踏んじゃった。大明神展望台 1.6km、 やばいにゃ。頑張んにゃ。いい道だね。こんなところに、うん、意外なところにあったね。カラスが大合唱してる。細かくガーッと行くんだね。まだまだ降りるね。いや木が揃ってる。下っていくにゃ。今降りてきたけどなんか大回りコースになっちゃうからとりあえず戻ります。なんかさ道が分かりづらいね。分かりづらいね。うん、間違っちゃったね。大変だ、ここ登るの。うん、降りる前に気づきたかったね。はい、やっと登ってきて、さっきのこの土俵があるところまで来ました。いやー大変だったにゃ。道間違えちゃった。この品川だって降りちゃったんだね。こっちまっすぐ向こうの右の方に降りていくんだって。気を取り直して頑張るにゃ。はあ、ああ道間違えて散々だったけどね、なんとか無事正規ルート周回ルートで帰れそうにゃ。頑張れやんにゃ。はあ、お湖が見える。この先は信濃山があって、山頂日はなかったけどここは信濃山みたいだよ。うん、まあスルーだね。うん、ライブロスタイム作っちゃったからね。大変大変。まあまあにゃ。登ってまたちょっと明るいところ出てきたにゃ。休むかい。うん、無理しない方がいいよ。今山プでフォローしていただいてる、うんはい、この子ですこの顔が、ね、ここで網のバイトタイム、火の取り直してね、頑張らね、うん、やっぱ違うな、ね、いい方だったね。いい方だったね。嬉しいね、知ってる方のやるとね、うん、ちょっと元気、うんうん、じゃあ元気出たんで頑張んにゃんだよ、うん、頑張んにゃん、行きます。
うわあ、またこっちも激下りだね。うん、気をつけんだよ。ちょっとだけ岩場だね。結構さ、周回の重さもきついよね。まあ、この先みたいだね。うん、またガーッと降りるよ。あ、っていうことはまた登り返すのか。うん、結構アップダウンね、繰り返すよね。あ、なんか癒されんね。はい、大明神山、はい、お疲れさ。あ、ここがその山かな。ちょっと疲れたね。うん、あ、ほこらがあるね。やばいね。山寺だね、来たよ。あ、おー、すごいよ。はあ、今日一の、はあ、はあ、すごい景色。ここが今日一の、うん、展望台からの、うん、大展望、なんか展望展望だって、ね、うん、いやー、ようやっとここの景色来ました。はい、あとは降りるだけだね。はあ、きつかったね。うん、道前も余計だったからね、大変だった、うん、1時間ぐらい動作したね、全然 ね、もう一息。やばいね。気をつけんだよ。だいぶ降りてきたにゃん。もう少し、頑張んにゃんだよ。うん、頑張んにゃん、うん、いい景色だよ。いつまで行くんだね。すごい下りだね。来たね。来たね。うん。来たね。来たね。うん。いや、やっと降りてきたね。来たね。お疲れさん。お疲れ様です。まだ紅葉が残ってね。うん。柚子かな、みかんかな。ああ、やっぱ下山のコラだよね。うん、また次の山で。はい。ね。